2004年の球界再編1年目までなんとか頑張れたんですけど、でも岩隈もう終わったなって言われてたので、4勝8勝15勝15勝それでこうよっしゃ近鉄でもうエースだみたいなところで2004年の球界再編がありましたね、近鉄オリックスの合併問題、びっくりしたでしょ。びっくりしましたね。そういうなんか事前に噂とかそういうのあったの？いや全然なかったです。なんか急にそんな話になって、球団がなくなるみたいな、みたいな感じだったので、その時の近鉄って4勝8勝15勝15勝順調に勝っていくじゃない、年俸のアップ率ってのはどうだったの？まあそやっぱりそれなりにしてくれた、上がりました、だから今の時代だったら多分もう倍倍倍になってるよね、奥行ってもおかしくないから今だったらその時代ですけど、僕の時はまあ近鉄でもありましたので、そんなに言ってもっていうくらいかもしれないですけど、やっぱりね球団は経営しなきゃいけないんで、そういったところでまあ辛いところがあったのかなと思って、でも大企業だったら近鉄なんじゃない、オンラインでしょ、鉄道も不動産も持ってる、ホテルもあるしさ、西武ランズとよう似てたんですよ、鉄道会社とホテルもやってね、観光事業もやってたんで、それがなんかこう、近鉄がなくなる、オリックスと合併するよみたいな、どういうことよつって、その当時球界は、12から11やがては11から10にして一流制に行きましょうという、ちょっとこう縮小関係のあれがあったんですよね、でまあ結局選手会が、反対して12球団が維持されて、結局楽天さんが新しい球団を持つことになってくれて、当初はでもオリックスに行く予定だったんだっけ？そうですね、あの当時は、その九州合併でしたので、オリックスにやっぱりその選手を選ぶ権限がまずあって、だからそのプロテクト選手っていう形で僕なんかはもう、九州合併されるオリックスだよね、オリックスにプロテクトされるっていう形だったんですけども、ただ選手会では行きたくない選手は手を挙げてくださいっていう形で、拒否する選手は新規参入球団の、楽天に移籍することができますみたいなルールではあったんですけども、なんかそこになかなかこうメディアがフォーカスされずに、僕の岩隈問題だみたいな内容で岩隈どこへ行くみたいなでやっぱりいろんな球団が獲得へとか、なんかちょっとそういう動きが出たりとか新聞に出てたんですけども、いや僕はいやもう拒否した選手は、磯部さんも当時選手会長で、磯部さんもその新規参入球団っていう感じだったんですけども、それでまあ結構大変でしたけども、だから一応オリックスに入ってのトレードって形で僕は楽天っていうありました、それで落ち着いたわけだ、はい、その頃はもう結婚してたんだっけ？はい、してました、はい、で親父で義理のお父さんである広橋が田尾監督の下でコーチやるということで、それはまあ偶然っていうか偶然ですね、仙台の新しい土地の球団はどうでしたか？最初はめちゃくちゃ大変でしたねやっぱり、やっぱり施設もそうですし、これからって本当にチームでしたので、すごく足りないところも本当にあったというか、例えば球場とかも、その球場から駐車場まで本当にこうファンの前をこうバーッと歩いていかなきゃいけなかったりとかして、すごい大変な部分もあったんですけども、今思えばすごくこうあれもすごい良かったなとか思ったりとか、でもやっぱりこうちょっとずつこう施設も良くなってとか整備されていくことによって、でチームも強くなってきましたし、本当に当時は最初は本当に100敗するんじゃないかって言われたチームだったのでシーズン始まったらやっぱ大変なことが多かったですね、やっぱりなかなか本当勝てなかったので、どうやってそのモチベーションをこう上げていくのか、維持していくのかとか、そういったところのあれがもう本当に大変で、僕はやっぱ最初開幕戦投げさせてもらって、で楽天の1勝目をこう勝ち取ることができて、いけるぞと思ったんですけど第2戦目26対0の大敗を喫してでシーズン中には11連敗を3回ぐらいしたんです。でやっぱりそのやっぱ本当にこの負け癖ってよく言うじゃないですか。であれはもう本当にそのどうすることもできない、そのコントロールが本当にできない部分で、やっぱりとにかく一戦向けてこう頑張るしかないなっていう気持ちで戦ってましたけど、僕まだ本当に当時まだ25ぐらいでまだ分かったので、そこまでのリーダーシップも取れない部分もありましたし、
やっぱりその伝統もないですから、うん、もう本当にこう流れのまま進んでる部分もありましたけど、うん、ただその中で本当に楽天もう本当初年度はもう弱くて負け続けることもたくさんあったんですけども、うん、東北のファンの方たちはとても温かくて、いはい、もうそのこう負けても次頑張れっていつも応援してくれたので、うん、まあ、そういったところは本当にありがたかったです。うん、そういうね辛い、まあ、暗い時間を流してからもう宮城仙台が楽天支局になって、駅から球場までね、まあ、その通りもちゃんときれいに整備されてきたし、本当になんか、うん、その仙台の街の中の俺が街の球団という形で、なんかプロスポーツがプロ野球が地域おこしのなんか大きなツールになるという成功事例を作ってくれたんだよね。そうですね。ああ、やっぱりその中で、まあ最初は大変だと思った。だって西武ライオンズ俺入ってないけどさ、俺3年目で西武ライオンズ入ったんだけど、西武ライオンズだって1年目開幕12連敗してるわけですよ。おいでエラーを打てないわみたいなとこ で、うん、でその当時僕はプリンスホテル入って社会人1年目なんかプリンスのせいじゃねえかみたいなこと言われたこともあったんだけどね。それでもまあいろいろこう時代を経て、まあ大声でね気づくまでも行ったし、うん、楽天もいい球団になってきてるし、うん、まあ、今シーズンにおいてはまた優勝候補になってもいくだろうしね、うん、それの立ち上げの、まあ、本当大変な時期を、まあ、岩隈選手投手で広橋コーチ田尾監督、負けてる時のさ田尾監督のなんか、はい、俺あの人好きなんだよね、はい、別にあまり深く考えるタイプじゃないと思ってるはいるんで、俺とよう似てんだよね、うん、あっさりさっぱりタイプかなと思ってて、はい、うん、でもまあ監督のなんか大変だなとか、うん、まあ、まあ当時振り返るとやっぱりなかなかその本当にこう勝って連勝っていうのもなかなかなかったので、うん、まあ本当に負けて当たり前なんて一つも思わなかったですけど、うん、まあ、その中で戦っててやっぱりその本当に監督なりの切り替えをすごいしてるなっていうのを感じてましたね、うんうんうん、やっぱりその日その日をいかにこう自分たちの野球ができるようにっていうところをこう声かけしてくれたなって思いますし、うんうん、でもやっぱりこう負けるもんだからやっぱりその球団のやっぱり上の方もやっぱりねこう葉っぱかけてくるっていう、まあ、その辺ももちろんこう現場にいてもその雰囲気はやっぱ感じるところ選手でもやっぱあったので、まあそういったところで監督としてやっぱさあの時期をこう指揮取るっていう大変さは、もう振り返ればやっぱ大変だったろうなって思いますよね。大変だよね、全責任が監督に来るからね、うん、はい、うん、多分相当落ち込んだと思うよ。今度はその辺ちょっと広橋に聞くんだ、聞いてみようかね、うん、そういう大変な時期でもありながら、え、オリンピック出てんだよね。あ、オリンピックはそれね、あの2004年の2004年、あ、2004年か、はい、ちょうど、はい、うん、近日がなくなるって言ってる頃に、あ、そっかそっか、その時か、はい、ごめんごめん、WBC か、はい、WBC で出てたんだよな。直後じゃないですね、2009年なので、はいはい、立ち上げからやっぱ数年経ってるんですけども、うん、僕でもその間にやっぱり楽天1年目までなんとか頑張れたんですけど、うん、でもやっぱりもうある程度やっぱその1軍投げてきた蓄積疲労も出てきたりだとか、うん、2段モーション禁止っていうのが出てきたので、あったね、うん、そこでやっぱりもうフォームが崩れたりだとか、どうやってその自分がまた自信持って投げれるかっていうところまでやっぱ結構やっぱ悩んだ時期もあって、うん、でもやっぱりでもなんですかね、やっぱもう2年ぐらい本当ダメだった時にやっぱもう自分自身が変わらないといろいろなんていうんですかね、野球に対する考え方とか、うんうん、やっぱ今までやっぱプロの世界ってちょっとやっぱ華やかな世界で、勝てばやっぱり給料としてもらえたりとか、うん、まあ、まあ簡単に言えばもう天狗になった部分もあったので、うん、もう一度ここ自分でリセットするというか、本当にこの怪我してで手術もあったので、肘の手術があったんで、うん、そこでもう全部こう自分の悪いも流して、ね、しっかりこう野球に向き合うというか、まあ、やっぱりこうファンが、ね、こうたくさん応援してくれてるとか、家族の支えといったものとか、うん、まあ、そういったものをちょっとしっかり考えて自分の野球生活をというか、まあ、本当にもう当時あの頃はもう、うん、岩隈もう終わったなって言われてたので、うん、なのでなんかもう本当にここで自分自身立ち上がっていかないとっていう気持ちにもなんかまあ慣れたというか、それでやっぱり2008年が、ね、見ると2005年、2006年、2007、まあ、2005年は休所してんだよね、はい、で2段モーション禁止が2006年、はい、右尻手術が、26、25、26歳なんだよね、はい、それでそんなこと自分で気づいた、すごいよね、そこなんだよね、
うん、やっぱり一皮を向けるとか、なんかこう成長するとかっていうのは、そういうふうにこう考えられる、うん、発想ができる、転換できるという、そこら辺がすごい大事な、もう大きな分岐点かなと思ってて、ちゃんとそれをして、2008年には21勝してんだよね。そうですね。もうそうですね。その時がもう、やっぱ自分自身が本当変わった姿というか、うん、もう応援してもらってるファンのためにとにかく自分はマウンドに上がることだっていう決めて、うん、やっぱそこが自分のマウンドがもう使命だからこそ戦って勝つっていうよりかはもう、うん、その戦う姿でこうファンの方とかにこう元気を与えることができればっていうような勇気を届けれたらっていう思いだけだったので、うんうん、その結果が最終的に数字もついてきてくれて、うん、まあ、だからとにかくそこでも恩返しをしていこうっていう気持ちで、うん、まあ、もう本当僕の野球人生は2008年から最後までそれでやれたので、うんうんうん、なんかそれは本当にこう野球をこのプロ野球生活で成長させてもらってるかなって思って、うん、普通ね、ピッチャーってよく小山の大将でガキ大将みたいなのがいるっつうじゃん、はい、俺がみたいな、うん、でもまあそういうふうに考える人はあんまり見たことないんだよね、うんうん、あの工藤公康も俺より7つか8つ下なんだけど、今の奥さんと結婚したら彼は変わった、それが27歳か8歳の時なんだよね、うん、で俺たち野手は俺なんか西武ライオンズが入ってまあ強くなってってチームリーダーなんて言われることもあったんだけど、それさえ気がついたのが俺は31か2の時だもんね、うん、だから25、6歳でそういうことを気づいてちゃんとなんか自分を立て直して21勝もするという、でいろんな賞もらったんだよね、沢村賞、はい、MVP、はい、うん、片方まあ曰くも終わったと言いながらふざけんなと言いながらそうやって自分を見つめ直して、うん、21勝上げて、うん、でその時は給料いくらになったの？3億ですか。3億、はい、まあそのくらいもらっていいわな、ね、ああ足んねえくらいかもわかんねえな、そうですね、ああそうです、はい、ああ当時その2年楽天入った時が1億8000ぐらいの給料だったので、で2年ぐらいこう成績が上がって1億ぐらいまでになって、うん、そこからだったので、うん、はい、まあまあ3億くらいもらって足りねえくらいかもわかんねえな、うん、で2009年が WBC か、はい、うん、これってさ、ご覧になっていただいてありがとうございます、お願いございます。まずチャンネル登録をお願いします。そしていいねもついでによろしく。それでいろんなこと思ったら俺こう思うよ、いいねとかいろんなものあるでしょうからコメントもよろしくです。